モンちゃんは絵や漫画を描くのが大好きな女の子でした。休み時間はいつも女の子のお友達とお絵描きをしたり、お互いが描いた漫画を見せ合いっこして遊んでいました。そんなずんだもんちゃんには少し気になる男の子がいました。今年から同じクラスになったかなたくんです。かなたくんはずんだもんちゃんたちがお絵描きをしているところを少し離れたところからいつも静かに見ていました。もしかしたら一緒にお絵描きがしたいのかな。でもだったらどうして僕も入れてって言わないんだろう。ずんだもんちゃんは不思議な気持ちでした。そしてそのことをお母さんに話してみました。お母さんは優しく微笑んでこう教えてくれました。ずんちゃん、人は一人一人みんな違うのよ。入れてと簡単に言える人もいるけど、それがなかなか言えない人もいるの。どうしてなのだ。断られたらどうしようとか、自分は絵が上手くないしとか、いろんな心配をして不安になってしまうのよ。そういう人にとって入れてということはとても怖いことなのよ。それじゃあそういう子は一生一人ぼっちなのだ。でもそんな子も誰かにほんのちょっとの勇気をもらうことができれば一歩踏み出すことができるかもしれないわね。ずんちゃん、かなたくんにほんのちょっとだけ勇気を分けてあげられないかしら。うえぇ、僕なのだ。よかったら一緒にやろうよと声をかけてあげるだけでいいのよ。でも僕、かなたくんとお友達じゃないし、お話をしたこともないし、かなたくんは男の子だし。男の子だとどうしてダメなの。ダメじゃないけど、今はお友達じゃなくてもこれからお友達になるかもしれないわ。でも男の子は女の子に意地悪をするよ。かなたくんに意地悪をされたの。されてないけど。ずんちゃん、今日の晩ご飯はずんちゃんの好きな枝豆のスープにしましょうか。本当に嬉しいのだ。温かなスープは人の心に勇気を与えてくれるわ。私がずんちゃんにほんのちょっとの勇気を分けてあげる。お母さんのスープを飲んで勇気を出してね。お母さん。翌日、ずんだもんちゃんは少し離れたところからかなたくんを見ていました。今まで話をしたことがない人に、特に男の子に話しかけることはとても怖いことなのだ。変な人だと思われるかもしれないし、意地悪をされるかもしれないし、周りにからかわれるかもしれないし、うまくしゃべれないかもしれないのだ。そっか、かなたくんも同じ気持ちだったのかもしれないのだ。ずんだもんちゃんはそんなことを考えながら、お母さんからもらったほんのちょっとの勇気を出してかなたくんに声をかけてみました。かなたくんは少しだけ驚いて、その後に顔を赤くして言いました。ありがとう。実は俺も漫画を描くのが好きなんだ。よかったら俺もずんだもんちゃんたちの仲間に入れてもらえないかな。もちろんいいのだ。かなたくんの漫画を読んでみたいのだ。かなたくんはとても嬉しそうににっこり笑いました。こうしてずんだもんちゃんとかなたくんはお友達になったのでした。そしてかなたくんは漫画が好きな他の女の子とも自分から声をかけてすぐにお友達になることができました。かなたくんは男の子だけど全然意地悪をしてきません。女の子にも男の子にも分け隔てなく優しく接してきます。ずんだもんちゃんは素敵なお友達が増えてとっても幸せでした。めでたし、めでたし。おしまい。